うん、踊るー <laughs> 踊っているーオッソッス,オスーシグナーリス続きいきますマイクロペーサー どうぞよろしくさあ前回バッドエンディング的な感じでなんか一回終わりはしたんですけどそのままタイトル画面に戻ってきたかと思いきやちょっと今までと反応が変わっておりますなのでここからグッドエンディングに進むルートが 新たに始まるんじゃないかと思いますのでそこをやっていきますよ始めるセーブデータの選択もなく始まったなあれ起きてあれん あれえあらあいややっぱ今までのやつ残ってるぞ一回見たやつであこれも持ってる。 状態から始まってるからやっぱ違うただのニューゲームじゃないこれはでもなんか記憶がどうたらとか言ってたからんー前の記憶を持ってる状態でプレイすることで何か解ける鍵がもう一個あんのか 飛行中飛行中立ち入り禁止って今飛んでんのかこれ仮想デッキ暖房システムは最近調子が悪いけど今すぐ直す必要はないこんなんやったっけ最初オープニング始まった時なんかちょっと違うようなうんー オペレーションペンローズ何これ落書きキャベツぶりハハそれ <laughs> キャベツがぶりってどういうことキャベツぶりどの辺がぶりぶりらしいです 観測窓星しか見えないなんかキャベツぶりは前見たことは多分ないよね暖房直す直す必要ないえ あ、ここかはい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 しご上がってうーんなんかこんなこんなのは見たような気するけどん観葉植物 書類に混じってまだ開けられていない封筒。レプリカ関連機密情報。ゲシタルト証拠のみ閲覧のこと。封がされている。私には開封は許されていない。きっと私に関する何らかの機密情報が入っているのだろう。開けるー変かな。レプリカに関する基地の問題点、ペンローズプログラム。 レプリカの各モデルを扱ってきた経験からユニットのニューラルパターン原型から派生する不規則性に関する知見が見られたうんエルスターユニットは順応性と長期の隔離状態における信頼性の高さからペンローズプログラムに選ばれたエルスターはストイックで控えめな性格ニューラルパターンも比較的安定しているなるべく放置して接触機会を最小限にとどめるのが望ましい エルスターのニューラルパターンはビネタの兵士を原型としているため要求はごく基本的なものにとどまるただし戦争については話題にしないよう意識したいペンローズプログラムに使われる宇宙船には専用のキャリブレーションポットが備わっておりペルソナの安定化に寄与することが見込まれているゲシタルトの記憶が浮上しないようエルスターユニットに写真を見せたり渡したりしない方が良い 特に戦争中の兵士の写真は避けること。映画を見せること、音楽を聴かせることも同様。また、友情を育もうとするのも望ましくない。なんかじゃあ、やっぱ元は人間で、過去のなんか記憶を呼び起こしてることによって、前のあんな人を探しに行くって流れになったんかな。 技術業務記録偵察士官アリアーネヤン士官中期調査船の船内時計を調整し動きを若干遅くした私の計算ではワンサイクルの時間が6.13パーセント長くなるこれでビネタと1日の長さが合うはずエルスターはこの違いに気づくだろうか呼んでますよ私 アクセントからして彼女はビネタ出身だと確信している宇宙船のイントネーションがいざとエリカと全く同じ響きが可愛らしい宇宙船とか言うてんのかな宇宙船のイントネーションがちょっと違うねん彼女の話を聞いていると海のことを空想するそんな場所を訪れる日は来るだろうか遠い世界の海へ行く日は なんじゃいこっちはあれちょっと待ってこれ俺前こんななんやろうこれ微妙に見づらいけど頭になんか線入ってないあれこれあのエルスターか 可愛くななってない前よりんじゃこれペンローズブリーフィング記録フェーズ2我々の計算によれば機関がこのメッセージを受信するまでにミッション時間にして1500サイクルは経過しているご苦労であったらどうしよう今頃宇宙船の生活にも完全に馴染んでいることだろうオールとの雲に近づき機関の新世界探索が始まるのだ長距離センサーを活用して 貴重な資源や居住的地あるいは宇宙生命体を探し出してくれ調査船の維持管理についてはレプリカの補佐を受けるようにミッションの成功を祈る今あほらやっぱ頭にさこんな赤い線前操作してるやつには入ってなかったと思うのとなんか女子っぽい。 腰のくびれの感じがこんなに前のキャラはなかった気がするんやけどここまで <laughs> 気のせいかなあこれの見た目はでも似てるのよなうん反応炉の冷却剤注入システム 露出は検知されていないなんかあれちゃん俺が探してたやつのそっちの感じをやってるんじゃない何これなんこかチェックが入ってないのかなこれチェックリストでキャリブレーションより他にと点検はツがついてる。 メインフレームアクセス端末を点検食堂これもチェックが入ってるそういう感じってことかなうんーてか広いなおいこっち側もいけるのよなうんーうわまだあるここはロックいや明らかにこれ 一瞬なんか前のオープニングをもう一回やらされてるんかと思ったけどそういうわけじゃないぞ補助モニターなんかどっかに写真があったんじゃなかった初めてやった時は今回はそういうものはなさそうですね 無限も左限も問題なし全システム異常なしこれ覚えなあかんとかなしやでそういうのうーん異常なしですおそらくはあじゃこっちこれは アリアーネのカーカー塗料がなくなりそうだ「エルスターに行ったら笑われた」「こうなったら自分で配合するしかない」「面倒だけどまだ目を通していないマニュアルがたくさんある」「一生かけても読みきれないくらい渡された気がする」「そもそも退屈な技術マニュアルばかりだし代わりにもっと映画のフィルムを送れればよかったのに」「フィルムの半分はエルスターが嫌いな戦争映画」 残りの半分は低俗なプロパガンダドラマ「アリアーネ」ってなんかどっかで聞いたことあるけどこのところアリアーネが描いている絵「穏やかな海岸線」「このところ」って言ってるけどお前なんか「今起きて」っつって起きたとこじゃないのうーん。 このチェックリストは俺がなんかすることで、あ、更新されてってるわ。あとはじゃあ、緊急冷凍睡眠ユニット点検して、ゲスタルト報告ですね。アリアーネに会う前に一通りメンテナンスチェック。あ、じゃあこっち先行けと。これが冷凍の、じゃあ、機械ってことか。 んー緊急人工冬眠ユニット現場で治療不可能な症病を負ったゲシュタルト乗組員はここで緊急人工冬眠措置これを使う事態にならないことを願う俺ここに入ってたんやったっけえうんちょっと待って。 一応これで、チェックは多分埋まった、と思われ。あ、埋まった。じゃあ、報告、いきます。おあ、こいつか。白い髪。あーら、ぎゅっとハグされて。エルサ。やっと起きた。どんぐらい寝れたんでしょうか。あ、ここ、ゲシタルト、 何やらベッドみたいなのそういえばオープニングで来たなああっちュってしてるあれ <laughs> あら会いたかったよ私も会いたかったしかも私たちの3000サイクル記念後でミッションパラメータが更新されるからお祝いしとこうと思って待って音楽かけるからんー あ,あ、帽子かぶってたのかいポイっとおいてんおおどるおど <laughs> っているー <laughs> じゃこらはは 三千ああサ,サイクル記念うん03246163814614ねえこれあら んこいつがだから、ゲシュタルトの、お姉さん約束覚えてる起きました。はキスしてたあいつは、ずっとプレイしてた、俺と、 イコールなんか変なとこ来た腕がありません汚れた日記サイクル何やらうんーいるのか寝ているのかもうわからない目はかすむし指も痛い背中が痛い歯が痛い メモいい全部痛いい,いつも痛い,いこれ以上は終わらせって一時日記に書くところがすごいねこれ今戻ってきたというか船の中に入れたってことやんなうん シュンここはまたやまた歯が抜けた血がさくたくさん出た手が震えるどうして髪が抜けるの眠れない眠りたいのに眠らせてお願い今回はタイトルはないね地図は見れないけど。 故障ロックキーが必要さっきもキーが必要なところがなんかあったよねんなんじゃほらあそこに倒れているのはは誰 ああ、もげた。約束した。ああ、そんな使い方。でもっても、なんか胸の骨めっちゃ見えてますけど。なんでもするって。あれ <laughs> めっちゃ直してる。復活。え、そういうことうーん。 こいつ誰やったんで冷凍睡眠ポット内に巨大な肉の塊メニュー開いたりとかできないのよなもうマップも見れなくなってるでもって何かめっちゃ女子感アップしてるけどもともと女子やったのか 俺がずっとプレイしてたあいつはまあ確かにちょっとお胸があったのとちょっと腰のくびれの感じから女子っぽい感じはしてたけど立ち止まるわけにはいかない先に進みますかはい飛び降りうんまた制限時間あ出た FPS して お前、来たよねこれは同じ歌を歌う者は夢で耳にしているだろう聞こえるかどうかの暗い響き沈黙の声心へのささやき来たれ共に永遠となろう逃げ道はない我らは一つにけれども暗き海に飲まれはしないだろうか んここで結構かっこつけたこと言ってんのにな。んでもちょっとー、みたいな。<laughs> 大丈夫かなみたいな。そういうのも一応書いといたのね。前はある程度進んだらこれ以上向こう行けへんかったやんやな、確か。人類よりもずっと古い何かが地中に眠っている。聞こえるものには、夜ごと呼び声が届く。招く声が。 記憶の海で私は終わり私たちが始まるうーん進むしかないよねーやっぱでもちょっとなんか太陽があるのかわかるいっちゃわかるいよねあすいません飛ばすとこでした「大地の最高のみにて」 足るべきところ密かに「大穴」「何垂れ」「地を這うべきもの歩くすべ」を学ぶ「現者の混沌から出るべきではなかったのだ」「すべての生の支配者から逃れるすべ」といえば「死」あるのみ誰の何のコメントをあの赤いのは何だこの辺は 石ころかいか特に触れるわけではないなうわなあちょっとやめてあはははこっち縦てで頑張ってたけど今度ちょっと横に書いちゃうタイプ船があるのよな 骸骨とあれあちょっと勝手に乗ろうとするなんかがんはい戻るっていう実績解除しためっちゃ虫飛んでるーあら マップ開けるようになったマップじゃないわ持ち物がトイレなんで戻ってきたんこれは…どこやったっけなんか…あ、肉塊に食われてしまっている いけるこれは触れない。これ一番最初の方に来たところじゃないシェルピンスキーへようこそ。なんかこんなん見たな。前もこんなに見えてなかったっけ進める。ここ受付やったとこじゃないあの時はまだマップが見れたはずやけど。わあ。 いやもう故障とかいうあれじゃないで行ける道はあっちだっけ監視カメラまだ動いてんなうんー戻るっていう実績が解除されたんですけどセーブができるだと サービス養成ホームおかんこは開けれる <laughs> あじゃあほんまに戻ってきてるさらに進めるえちょっと待ってこれセーブはこっちにセーブしといた方がいいよね 最悪前のデータで何かやるかもしれんそんな気がしておりますでできる何のために戻ってきたああここ教室やったとこやん団結うんあれあなたは前にも来た そうやで何倍 <laughs> 何倍やったっけここ開けたことあるで俺どれやったっけこれ覚え書き4141んやらなんやらのやつやろ 確かそんなやつやったはず違った <laughs> 204512204512 20はあくまだなんか入ってる あらこれは教室のカード機ここ教室じゃないのここに来てグレネード弾をやたら拾う感じの流れになってきてるからちょっと待って今回復というか HP は満タンなんやんな。 一個片付けて、もうライトもいらんわ。これでじゃあ、フレアガンと、どれやフレアガンと、グレネード。でいいのよね。これなら、そび、リロード、あれ フレアガンで、リロード、信号フレアガン、あれフレアガンで発射できるように設計されてんじゃないの組み合わせる。あ、いけた。組み合わせる。いちいち、ああいう感じでリロードせなあかんにゃ。一旦こっち行きます。この玉も,もらいます。モテてるね。

ハ <laughs> れたけど回復どうしようカードキー絶対いるもんな容量…じゃショットガン片付けてライト装備カチャッとうわーー <laughs> なんとかー で、ちょっと虫飛びすぎー。虫が多いな、おい。何もないんかい。なんか見えてるぞ、あそこ。ほら。避けるもんねー。避けれてないもんねー。よし。ズボー <laughs> はっ。 教室の方とううはい、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 は危ね。よし。えー、また下降りんのこれじゃあ、同じ流れじゃないジャンプ。アドラー。ちょっと暗くてよくわかんないですけど。変わってしまった。あ アドラーのあれなんかアドラー顔が全てが引き裂かれまた戻されたような仕組みも理解しない何者かによって結局アドラーも一緒になんかあの敷居をまたいでこいつもなんかループして帰ってきてるみたいなそんな感じあら仮面などつけておらぬはい 何 This is hell. そしてあっんこれは俺 んそして言うてたけどなんじゃこれ急に目出てきたりせえへんせえへんホラーあるある大丈夫んなんか もともとはダイヤルリングがついていたはずああ回るね月なのか太陽なのかわからんけど回せるなでダイヤルリングが一個いるのかな合わして覗き込まなあかん感じなんかな うーんおい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 ハハ <laughs> 広なっとんなおいなんじゃおらガス漏れ燃えてますやんバイオハザードあるあるやけどさまだ敵そんな出てくんの うーんゴミ箱みたいなのがあって「伊藤」110「伊藤」違うななーんかじゃあパスワードがいりますよと伊藤さんの家に行くの 反対側から正常こっちは行けるなんか普通に人の住んでるエリアみたいなところに来てるってことなんかな古そうなパソコンポストボックスダブルクリックせなかなんじゃこら キ君のタイプ84サブマシンガン支給要請は次の通り承認されたイオン司令部ロートフロントノルトプロテクター差出人がイオンコマンドうん写真展の鍵鍵職人が言うにはスペアキーが完成するまでにワンピリオドはかかる 今あるのはメイが持ってる1本だけですがあいにくまだ入院中ですヤンってなんかいたよねそちらの町の区外区で帝国のスパイが活動しているといの噂が流れているハンマートのイオン本部から派遣され6から12サイクルのうちに到着 ワンサイクルが一日っていう感じやったっけ言うまでもないが連中が成果を上げた場合は君の経歴に傷がつくことになるやるべきことは分かっているよなイオンコマンド今シーズンの査定シーズンも終盤となり間もなく現地司令部による君の勤務内容の査定が行われる結果次第では交代の対象何それ あ、伊藤。伊藤。ブッチャー <laughs> 書店の鍵。パトロールのために書店に入る必要があるという点は理解しましたが、正面入り口のスペアキーがありません。裏口からも店内に入れますので、あ、そちらをご利用ください。暗証番号を入力すれば解除されます。暗証番号はうちの娘たちの誕生日。 出生地はビネタ。娘たちの PKZ 番号の下ロッケだ。知らん。娘が誰かも知らん。あ、でも、いざ伊藤っていうやつおったよな、確かそういえば。伊藤って断る。何やこれ。<laughs> 失礼なめる。 ダウンロード。ああ、なるほどね。これでじゃあ、後からでも見れるってことよね。フロッピーディスク入れるみたいなアイテム。使用するアイテム選択ってことは、どっかでフロッピーディスク持ってこいってかうわー、サーブマシンガンだ。まだまだじゃあ、 えバッドエンディングがあれ、一回なったから、もう、なんかすぐ終わるんかなって思ったら、まだまだある感じあ、いろいろ。ああ、もうなんかもうアイテムめっちゃ拾わせんな。バッチとここ落ちてるのは拾えへんか。えー、じゃあ、 フレアガン今、まあもとこうえー、でも待ってオフレアガンは一回殺したらその敵が二度と復活せえへんようになるやつやろ1234回復も一旦片付けてパッチ拾って テルミットフレアも拾ってテルミットフレアだけ持ってなんかよく出てきそうな敵だけちょっとフレアで倒しておきたいよなでこれが弾やったなあ弾も8ミリ弾 サブマシンガンどうなんやろうなまあアップの広さから思うとこの辺の敵は倒しといていい気がする燃やしてふっ踏んづけ踏んづけちゃうそして <laughs> 全然もうなんじゃここ ちょっとダメージ受けたしよお腹痛い痛いなってるしよう。また、またグレネードの弾とかいっぱい。敵出てきたやんけ、ボケ。ショットガンの弾とあとは痛い。あ、ちょっと2匹はない。あ、どいて。あ、バカ。他に拾えるものはなんもなしーへへへへへ。許 <laughs> さねえ、あいつら。弾拾わしただけかい、ここ。 はショットガンいらない。いやでもショットガンの方が、今はいるなショットガン持って、ブレネード捨てて、リコイルも捨てて、リコイルじゃない、サブマシンガン捨てて、 信号フレアで、一旦あそこの、ちょっと外にいるやつ、倒してぇなぁ。死にそう。オートインジェクター、テルミットもっかい。あ、あれなんかちょっと元気になってきたんなんか、 白黒になったり忙しいやつやなこいつ回復取れないライトこれやだな一回ちょっと閉まってちょっとまず回復でこれ組み合わせできたよねできたで使うよしよしでもねえわ 一回ちょっとフレアガングレネードランチャーの弾使ってみようかどんな感じあいつらがもう一回もう一人でかいやつおったやろう後ろにほら来たふんここじゃこらはい効いてなーい <laughs> はいグレネード効いてなーい <laughs> おいどうなっとんねで使い捨てとうんーテルミットフレアとやなスタンバトンでまずは手前のザコを倒すさっで踏んづけちゃう よし。で、テルミットフレアで、お前が二度と復活せんように、燃やしとくんじゃい、ボケコラ。完璧。完璧な立ち回り。改めてここは何もないで、まだやっぱ敵は来るのね。オッケー とりあえずじゃああと行ける場所うわ上に上がんのうんー2階あるのまぁ、あ、めっちゃ広いやんじゃ10ミリ久しぶりに拾った回復あこの絵はうんー エグの中にカードが埋め込まれてる何らかの手段でエグを溶かさないとカードを取り出せないどんな画用紙でできとんねんうーん2回行きつつもまだ向こう側にもエリアがあんのよな ちょっと2階をチラ見初めてのエリアやな広い <laughs> ドアにはあっ0512号室ってポストであったよね ちょっと、この広さや,やばないですかもう一回武器をもうちょっと調達して回復バトンこれいらない10ミリ弾もいったんじゃしまってバトン回復リボルバー よし。でも基本は、逃げの姿勢で頑張らないと、すぐやられてまうぞ。こっちはなんで閉まってんのだったっけ反対側ね。反対側施錠。あそこはガス漏れ起こしてたからいけなかった。 キーパッドバックヤード。伊藤さんの家の、あれが分からんやんな。ブ踏んづけてお前は素通りお前も素通り伊藤さんち入れないダメージ食らうのやめてあ、<laughs> 入れへんやんけ、ここ両方ともバカ野郎おい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 こっちに来た意味 ってことは、2階を捜索してかなあかんってことやなうんーほとんど締め切られてるしよあんペインティングドミトリー 溶かすためのなんかまあなんか重要アイテムなんでしょううーん何回やっても回復がこれすぐなくなるででまた回復持って2階でライトは使わないと。 っていうことに欠けますよ私は <laughs> よしじゃあとりあえずこの階の捜索がいけたんで次は2階に上がってそのエリアをああ探索していこうかなと思います思った以上にすぐに終わらなかった <laughs> まだまだなんか続くみたいでございますので続きはまた次回ですバッドエンディングは何の演出やってんそれではまたよろしくどうぞ。